三丁目の、JA の出森直でございます。今日も司会やらせていただきます。よろしくお願いします。南三丁目の中村美月です。よろしくお願いします。今度もう18日ですね、次の土曜日に、フォンダンスウィズ福島三種の森でやることになっております。で、いろいろとですね、切羽詰まったりもしてきてると思いますし、いろんな各班ですね、ご報告いただいたり、まあ、ご報告だけで終わればいいんですけどね、あと3日ぐらいしかないので、何が足りないとかって話もまあ出てくるかとは思うんですけども、まずは、何かご報告ある班の方いらっしゃいますか。まあ、なんか必要になったら書く感じでいいけど、はい、まあ、書き直しましょう。むしろマイクマッチが取られてます。すいません。すいません。いっぱい班があったと思うんですが、新生班は多いんですよね。何かあります？プログラム班。はい、はい、お願いします。ですね、プログラム班なんですが、ちょっといろいろと今日、提案してそこでみんなで決めてた方がいいなと思ってるんですけど、盆踊りの数がですね、結構いっぱいあるんですよ。踊りの量が。で、これを、今日終わったら神保さんにまとめて渡して、脱現場杉並のサイトにアップしてもらおうかなとは思ってるんですけど、ちょっとその盆踊りをやったことある方から聞くと、大体通常の盆踊りっていうのは4種類か5種類、多くても5種類ぐらいの踊りをずっと永遠と繰り返し繰り返し踊ることによって進行するみたいなのがあるっていうのと、それでもまあベタな炭鉱節だったり、ソーラン節だったり、東京都とかでみんなまあなんかうっすら覚えてる感じで回すじゃないですか。今回全然知らない踊りをね、何種類も何種類もっていうのはやっぱ正直結構しんどいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、結構みんなこれもやりたいあれもやりたいって出し今上がってるんですけど、あれちょっと絞った方がいいのではないかなと思うんですけど、これもここの多数決で決めちゃっていいと僕は思うんですけど、ちょっと初期って今日いないんだ。そこそこ誰か初期募集して、初期じゃあそこに記録していただける方か、ホワイトボードやっていただける方か、初期やっていただける方いらっしゃいますか。すみません、僕も今配信やりつつ。そうですよね。なんか別にバーッと書いていってくればいいだけなんです。いや、俺マイクじゃない、私マイクだ。まあ、落ち着いて、はい、大丈夫です、ゆっくりで大丈夫です。僕もゆっくり喋りますんで。あれがマーカーないから、はい、あれですね、たくさん温度があって、そうなんです、ちょっと絞ろうやという話で、ね、絞った方がいいんじゃない、みんなのためにいいんじゃないかなと。なるほど。みんなそんなにね、そんなに、まあ、目まぐるしい、もう記憶力そんなに良くないですよ、みんな大変じゃないかなと思って、じゃあそれを今から読み上げてください。あ、そう、踊りのあれを入れていきますんで。了解です。すいません、マーカーが今来ました。いいですね、このグラグラ。はぁ、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 ごめんなさい、ちょっと今配信テストですね。はい、配信テストしてるんです、申し訳ないです。はぁ、はぁ、よし、OK。 すいません。では読み上げていきますね。いいですか。
あ、あ、もう大丈夫ですか。はい、すいません、お願いします。まず、東京温度、あと、炭鉱節、一番大事な鑑賞踊り、全世界微弱電流平和温度、全世界微弱電流平和温度、あと浜岡原発温度、破砕帯温度、破ける砕ける帯の温度とかいう破砕帯温度、なんか現実的に映像と、音があるもの と、音はあるけど映像がないものとかもあるんですよね。なのでその映像がないものに関してはどうなんだろうなと思って、映像がないのはどれか分かりません。今日堀田さんまだいらっしゃって、堀田さんがこの後破砕帯温度と浜岡原発温度を提案してくれた堀田さんという方がこの後いらっしゃるので、はい、じゃあまずトレーで戻ります。あとメルトダウンブルース温度あとモンチュクン温度、あと相馬ボーンだ、以上になります。ソーラン節は入ってないじゃん。ソーラン節も、いや、これあくまで僕の個人の意見なので、皆さんどう思うかもちょっと聞きたいなと思って。はい、わかりました。まずプログラム班から櫓を立てるんですね。5メートル5メートル四方で高さは2メートルぐらいあると思うんです。結構ちゃんとしたプロレスのリングみたいな感じで、あるという噂です。誰も見てないんですけど、で、そこでね、和太鼓も乗っけて、いわゆるちゃんとした、ボードでやりますので、でそこで変なボードボードいっぱい出てきてるんですけどね、それでなるべくそれを残すって話になると思うんですけど、ちょっとこれで多いんじゃないかと、プロのね、イベンターが言っておりますので、どう思いますか。やっぱりこれやっぱ全部やろうぜっていう話と、やっぱちょっと多いんじゃないかと、はい、どうぞ。ちょっとマイクをお願いします。はい、すいません。座っていきます。最初の時に1部と2部、お住まいと練馬区から来ています。お願いします。小島といいます。プログラム班のアシスタントのようなものです、で最初にの会議の時に1部と2部みたいな、2部制みたいなふうに言ってたような気がしたので、1部が真面目な感じで、2部が発達原発っていうふうに私は考えていました。で1部の真面目なところに関しては、監視踊りと相馬温度が福島で、それに対して観光節とかソーラン節とか、なんかそう、どっかのじゃなくて東京と福島の交流みたいな感じで、監視踊りと相馬温度に対して東京が東京温度ともう一曲
まあ、でそれでなんか一部はなんか真面目な感じでやっていけばいいかなっていう。でそのもう一曲が何かって言われると、東京の独自の盆踊りっていうと、あとは最近で言うとなんかあのスカイツリー音頭とかなんかあるみたいなんですけど、それもで、まあ、だから東京がもう一曲ぐらいあれば、あの福島にの東京に、それか、まあ、あの東北関係の被災地関係のものと東京みたいな形で、あんまりこう三池炭鉱がどこだか分かんないんですけど、九州の方とか北海道の方とかのだっていうよりは、そういう感じで軸ぶれないようにした方がいいかなっていうふうに思います。それで2部に関しては、あの微弱電流とかそういうちょっとお笑い系のやつはその辺にまとめて、あの何でもありっていいのかなみたいなふうに私は感じました。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。でこれでですね、ちょっと山本さんですと、ちょっと僕もあのこの何日間かちょっとメールのやり取りしかできてないんですけど、それも1回ずつぐらいなんですけど、山本さんたちのその世界デビュー微弱音頭に関しては映像もありますし音もあるから、これはいいと思うんですけど、ちょっとその盆熟音頭を今日見たんですけど、あの踊りはついてないような気がしたんですけど、その踊りを今から作るものなのかというところは、ちょっと正直ちょっと分かってないっていうか、それぞれ担当の方がいたんですけど、メルトダウンブルースとかも、キネレコさんって今日いらっしゃってます。まだ来てないか。そうですね、ちょっとその辺をちょっと確認しておいた方がいい。まあ、あれですよね、振りがないとちょっと間に合わないじゃないかって話してたんで。そうなんですよね。どんぐらい減らすといいかなと思います。5、6個ですか。僕今山本さんが言ってたので、はい、あのそれはありだなと思って、だから4-4で、4-4ぐらいで、1部真面目、2部真面目で、4-4で、4-4ぐらいで、で一部に例えばね、あの東京じゃないですけど、アンパンマン音頭とか、うん、そういう子供が好きそうな、うん、でそういうのを入れてしまえばいいかなと思います。まあちょっとその辺、まあ4つ4つで良ければそれで組みたいと思うんですよね。相馬本歌がとかが一部に入ってて、で僕一人で決めてもあれなんで、ちょっと皆さんで絞り込みをお願いしたいなと思っております。はい、どうぞ。ロスゲみたいなんで、でもロテンするとかわいそうなんで、今の話で本当に振りとか決まってて、あとみんなが知ってて実現可能性があるやつを6つかやつか、そういうことですね。あ、じゃあいいです、じゃあいいです。はいはい、そこはそう思ってます。あ、じゃあ全く問題ないです。じゃあちょっと、じゃあさっき山本さんがご提案いただいたように、一部、二部って分かって、一部は意外と真面目な感じで福島と東京っていうのがね、福島と東京の東京ってどっかあるんですかね、東京とか。で、2部が、パロディっていうやつですね、いろいろ。これに4つ4つぐらいでどうだって話なんですけど、そうすると2つなくそうかって話かな。だから要はさっきご提案いただいた東京と被災地以外のオーソドックスな、炭鉱節とソーラン節は、まあ、今回やめたらどうかっていうご意見だったと思うんですけど、ごめんなさい、はい、ちょっと言葉足らずで申し訳なかったです。はい、どうぞ。すみません、多分ですけど、今これ4種類ちょっと言い過ぎたなと思ったんですけど、炭鉱節とか東京音頭踊れる人が結構いると思うんですよ。なのでその辺は残しといていいかなと思ってて、ベタものに関しては東京音頭と炭鉱節と、まあ、空節ぐらいまでも残しておくのかな。で、それに相馬盆歌と相馬盆歌が入ってくるぐらいでいいのかなと。あとはもう全部微弱音頭とかメルトダウンブルースとかは2部に回しちゃえばいいかなと。なんか意外となんか今すみません、僕の中でまとまりました。すみません、勝手に進めて申し訳ないです。あれですよね、単純に例えば、世界微弱電流平和温度とメルトダウンブルース温度とはもうビデオも撮ってあるし、そうすごい準備万端じゃないですか。
で、覚えてないというのは悪いんですよね。ちゃんとリードしますから、はい、先生もこう辿っていただいていると、はい、いうことなんで、これはまあ絶対残しちゃうじゃないですか、うん、単純に言うとどういう踊りなのか分かんない文字コードとかはもうはっきり言って不安じゃないですか。そうなんですよね。やめようかって話ですよね。今日終わるまでに来てもらって、そこの方と連絡つけば僕やっていいと思ってるんですよ。なるほど、はい、ちょっと待ちましょうか。はい、そうですね。まだ担当の方はね、メルトダウンブルースメルトダウンブルースとワンマンマンできてるのかな。はキレイコさんが、ね、音は分かるんですけど、映像も上がってるのかな。映像上がってんのかな。あ、映像も上がってますね。だから OK ですね。ごめんなさい。あとその浜岡原発温度と火災帯温度に関しては映像は上がってないんですよ。まあちょっとそれに関しては堀田さんという方がちょっとしたら来るって言ってたんで、そこちょっと確認しておきます。なるほど。はい。じゃあちょっとその火災帯温度とか浜岡原発温度、門宿温度ですね、この辺は担当の方が見えられたらどんな感じか聞いて、ちょっと難しければやめちゃおうと、はい、そういう判断しましょう。じゃあプログラム班でしたね。はい、もうちょっといいですか。はい、門宿温度は、はい、はい、はい、門宿、すいません、マイクをお願いします。すいません、あのプロデューサー、カメラ側をご紹介します。今川の名前です。門宿温度は今日休みの花さんが、ツイッターで門宿君とやり取りをして、盆踊りのためにうちわを何本なんか何十本か提供を受けるということになっているそうなので、門宿温度全部省いてしまうわけにはいかないので、何度も繰り返しじゃなくてもちょっと流して、はい、振りをつけてでも門宿君にオファーをしてるってことですね。門宿は来ないんですけど、来ないけど、うちわが来るんですね。うちわが来る。それはもうでも、それでやらないと回せる。チラシ持ち込んで入れちゃったんですけど、チラシ持ち込んでって入れちゃったんですけど、それはもう、もう、もう、やるしかない。賃金も言いますよね。あ、だから、一回でも一回でも、はい、回す感じで、僕は多めにしたらいいので、省かないという方針で。はい、わかりました。はい、わかりました。じゃあすいません、ちょっと、まあ、いっぱいあるんですけど、あと、ちんたらムータさんが、怒りのドラムデモと、一緒に、なんだっけ、ファンク、そう、ファンクタンコウブシか、ファンクタンコウブシっていうのと、メルトダウンブルース音頭に、を生演奏してくれるらしくて、あとその東京温度も、普通の炭鉱節も、あと相馬のお盆の相馬盆だとかそっち側も結構いけますよっていうことなので、まあいけるところは全部やってもらおうっていうお話を今しております。はい、なのでまあちょっと盆踊りに関してはもうちょっと詰めさせてください。はい、すいませんね、確認なんです。私ちょっと前回いなかったからよくわかんないけど、はい、一部っていうのは5時から、いや、一部は、4時15分から15分からその辺の、はい、武藤瑠衣子さんのスピーチが終わってからスタートです。わかりました、はい、じゃあいいですか、はいはい、一応プログラム班としてはそこでスピーチをちょっと、やってもらうんですけど、まだ司会決まってないんですよね。当日の司会をできたら奈緒さんと水ちゃんにお願いしたいなと思ってるんですけど、盆踊りの一番最初の頭にちょっと喋ってもらうっていうと、その最初だけ、そうです、最初だけ喋っちゃえばいいってことですね、はい、でそれで僕今すみません勝手に喋ります。その二人に司会やってもらって、その後僕奈緒さんにちょっと今回の趣旨説明みたいなのをしてもらって、その後で、アースデー福島の竹内さんという方にスピーチしてもらって、そこから、武藤瑠衣子さんを待って、武藤瑠衣子さんのスピーチが終わってから鑑賞踊りで盆踊りスタートっていうのを一応自分の中で今描いて持ってきた感じです。はい、さすがですね、いいんじゃないですかね。それでもし何か意見あったらください。なんでもちょっと
ょっと忘れちゃったんですよね。流れがね、まあすごいいい流れだったっていうのを覚えてるんですけど、ちょっと全部はちょっと忘れちゃったんですけど、司会があって、司会がありまして、はい、はい、司会があります。その後、縄さんからの今回の趣旨説明がありまして、その後、アースデー福島の竹内陽道さんのスピーチがあって、その後、武藤瑠衣子さんのスピーチがあって、そこから鑑賞踊りでスタートという形で、どうでしょうかという一応プログラマーの組んでいただいたプログラムなんですけど、何かご意見ある方いらっしゃいます？何でも結構ですよ。まあ、それ任せよう、うん、もう最高だというんであれば、もうやっぱ拍手いただきたいな。ありがとうございます。じゃあそれで、はい、じゃあそれで進めます。で、ボードの中身に関してはもうちょっと進めます。で、すいません、どんどん言っていくんですけど、あと、当日の、場所をですね、今2箇所押さえてるんですよ。入り口が入ったところ、いつもデモをやってる大きい木がありますよね。木があるところのところは、タイルがあって、そこに櫓を建てられないらしいんですよ。櫓を建てられないので、ちょっと奥のその青梅街道沿い寄りのところに櫓を建てるっていう形です。地図書きましょうか。ちょっと書いた方がいいです。地図持ってます。一応 DJ 予定しておりました、悪霊さんと
南京拓司さんちょっとスケジュールの都合で難しくなって、あと埼玉安蔵さんもちょっと、スケジュールの都合が合わなくて難しくなりまして、一応 DJ 熊さんに今お願いをしているところなんですけど、ちょっとその DJ をもう一番最後に持ってこようかなとは思ってるんですが、正直今 DJ 熊さんだけなので、ちょっと前回ちょっと河合さんにちょっとお願いしたんですけど、河合さんどんな感じですかね。ですね、熊さんは僕の方からもお願いして、まあ、やってくれるということで、で前回は中村デモで悪霊さんの後ろで回してた DJ 桜ギルっていうんですが、ちょっとその人にも頼んだんですが、ちょっと、東京にいないということでダメでした。で、他にちょっと今当たってるんですけど、ちょっとまだ決まってないですね。で、最悪ちょっと僕いや、いいと思うんですよね。いつもりなおさんも DJ いつもりなおもちょっと今やってもらおうかという話になっているので、まあそこら辺もやれたらと。じゃあちょっとそこで一応河合さんヒップホップですよね。どっちかそうですね、どっちかすると、はい、そっちの方が多分明るいと思うんですよ。僕自殺しそうに比べてるすごい変な曲なんであんまりやりたくないなと思うんで、ただですね、ちょっと僕出店を出すんですね。ちょっと物販をする予定で、でちょっと誰かに見てもらいながら、それはまあ、何とかしましょう。頑張ってください。なんで藤森さんも出てもらえると思うから。いや、本当ね、ちょっと一応コレクションをこうやったんですけど、はい、自分が嫌な気持ちになっちゃって、これまずいなと思って。どんな音楽なんですか。本当にひどいんで。わかりました。良くないなと。はい、お願いします。じゃあ、DJ の方も詰めて一番最後に持ってきます。で、8時終了っていう形で、盆踊りの1部、2部と DJ の方のバランスを見て、もうキンキンで作って、メーリングで回しますので、そんな感じで。あ、すいません、質問なんですけど、その DJ タイムは大体どのぐらい時間見ればいいですか。いやー、今の状態でそんなに集まってないの で4時からで8時終わりなので、まあ、1時間ぐらいですかね、最後の7時から8時の戻りが7時ぐらいで終わりぐらいでというのでいいと思うんですよね。正直やっぱ盆踊りがメインなので、 DJ が2時間やるとすごい、やっぱ DJ 見ると盆踊り食っちゃうと思うんですよね。そうですね、短い方がいいと思う。短い方がいいと思う。 DJ は全体で1時間ぐらい。そうですね、まあ、そういう感じでお願いします。はい、プログラムに関しては、まあ、ちょっとかなりお願いしちゃった感じなんですね。ロフトグループ奥野哲夫プロデューサーにね。なのでどうでしょうね、まあ、当然ご意見あれば今言っていただければと思うんですけども、大体お任せになっちゃってますね。でもいい感じでしょうかね。3時から一応スタートしてるんですよね、はい、ですから5時間のプログラム結構大変なんですけど、まあ、ごまかしごまかしやるしかないとは思うんですけどね。頑張っていきましょう。はい、どうぞ。プログラムに関してなんですけど、はい、福島の、子供たちを今富士山のとこ連れてって保養をやってるじゃないですか。でそれもなんか会場でカンパを集めようという話になったと思うので、なんかそこの人に報告みたいなのもしてもらった方がカンパも集まると思うので、それもやってもらったらどうかなと思うんですけど、まあそのどっか踊りの合間とかでも全然いいと思うので、じゃあそれ入れ替え踊り書いといてもらっていいですか。じゃあそれ挟みますので、水木さんも言ってもらって、あれなんていうんですか、保養プロジェクトみたいなやつですよね。この、武藤さん呼んでお話をしていただく実行委員の皆さんがやってるやつで、福島の子どもたちを呼んで、で杉並区が持ってる保養所に2泊3日だか3泊4日だか今ちょうどやってるんですけど、それのカンパも150万ぐらい必要だっていうことで、そのカンパを会場で集めようという話になってたので、その報告みたいにもしてもらったら、ね、いいと思います。で、はい、それは斉藤さんに言えばいいんですかね。そうなんですね。そうですね、はい、じゃあそれ言っ
言ってもらえますか、奈緒さん、斉藤さんに。あ、奥野さんがつながっています。あ、斉藤さん大丈夫です、わかりました。じゃあそれ言ってもらって、はいはい、それを最初に入れますか、もしくは途中で挟みます、どうなんだろう。なんかでも合間でいいんじゃないですか、どっか、うん、なんか盆踊りも1時間やると疲れると思うんですよ。だから1時間おきになんかちょっとそういうの入れてもいいかもしれないですね。そうですね、刺激的な感じ、うん、なんかブースの紹介とかもあったらいいかもしれないですね。犬小文字さん往年のディスコヒットメドレー10連発は DJ やります。お、素晴らしい。ただし僕が曲紹介の MC をやってくれたらやりますよ。やりましょうか、お願いします。じゃあ、ポンドさんお願いします。福島の子たちを福島県に連れていくのは多分武藤玲子さんのイベントをやってる人たちだから、イベントが4時までじゃないですか。で、その、富士学園の高校してもらう時間があるんで、ちょっとその人たちがイベントが終わって来れるよっていう安全な時間で多分入れてもらうのが一番ベストかなと。だそうです。はい、それって何時ぐらいなんですかね。4時には終わるんですよね。まあだからもうなんかちょっと5時以降でも厳しいかもしれないから、もうその一部の踊りの途中とか一部が終わってからとか、そういう感じでいいんじゃないですか。わかりました。あともう一個差し込もうと思うんですけど、はい、その真島さんが、パブリックコメントブースっていうのを今、屋台で出店で出す予定なんですけど、ですよね、なおさん。真島さんがパブリックコメントブース、コメントブースを出すということで、そこでこの間ちょっと真島さんと話したんですけど、その福島の人に向けたメッセージを当日盆踊りに来た人に書いてもらって、それを、まあ、武藤さんに送るか渡すか、武藤さんに送るみたいな感じのブースを作ったらどうかみたいな話をしてたんですよね。それをパブリックコメントブースで、そのパブリックコメントブースの説明を盆踊りの合間にしてもいいかなと。はい、まあ、それはそこそこで2回休憩があれば、で1時間を、1時間ってどう思います？盆踊りで1時間って長くないですか？そんなことないですか？ 1 時間でずっと続けて踊る、30分に1回とかの方がいいのかな？長くないですか？ないですか？ないですか？1時間に1回ちょっと休憩挟むみたいな感じでプログラムを作ります。あとあれですよね、なんかその出回り参加店とかが屋台出してくれてるから、なんかその紹介とかもできたらいいですよね。うん、出回りの紹介も兼ねてやれたらいいかな。そうですね、その辺はなんか臨機応変にやれそうですね。はい、じゃあその辺は臨機応変にやりましょう。他にプログラム関係でありますか？すみません、これは分からないんですけど、結局当日の音源を、今音源を全部預かっている状態なんですけど、音源を CD に焼いて当日スピーカーから CD で流すって、舞台も一応ロフトやってるので、それで大丈夫ですよね。ですよね、それでいいんですよね。はい、わかりました。だから、そういう形で動きます。で一応もう音響の方は、ライトを4つ、借りるようになってまして、でそれで発電機の方も、4つ借りまして、で、河合さんの方でも今2つ借りられて、もう絶対足ります、もう間違いなく足ります。なので、屋台班の方をもうちょっと明確に教えてもらえた方がちょっと助かるかなと思いますので、まあ、今日じゃなくて明日とかでもいいんで教えていただけたらと思います。
何をやるかっていうのをもうちょっと明確に教えてもらえたらと思います。あ、でもそんな感じです。はい、はい、ありがとうございました。プログラム班でした。他に何か、進展があったりとか報告がある班ありますか。はい、どうぞ。あ、阿佐ヶ谷の中村です。屋台派になるかならないか、花さんの方からまたバッチ売りをしたいということでルナンちゃんが売ってくれるそうなので、それはブースじゃなくていつものように歩きながら売った方がいいんですよね。それはいいですよね、うん、じゃあバッチ売りが入ります。よろしく。はい、じゃあ屋台派なので私がちょっと報告をさせていただきます。10店舗ぐらい出るんですけども、10店舗ぐらいっていいのかな、そんなんで。ハンバーガー、手作りのハンバーガー、あ、保険、まあいいな、保険しました。一応ね、商売っていうわけじゃなくて、その地域の集まりで ご提供っていう形なんで、まあ、大人の事情があるんですけども、いや、ハンバーガーもあるし、焼きそばもあります。それから、大人の、飲み物も当然あります。あと、バナナのたたき売り、どなた？やりますってメールが突然来て、一度もお会いしたことないんですけど、メールが来てやられるそうなんですね。普段になって思いっきり乗ってます。乗ってますよね。これちょっと連絡一応直前で取ってた方がいいと思うんですけど、もうメールでしかやり取りしないんですけど、やっぱりメールも切符がいいんですよ。あ、3000円払います、バナナ代表しますみたいな感じでサクッと、なんてことだったかな、金子さんってことだったかな、まあそういう方がいらっしゃると。それから、写真をね、貼られる、あれは福島のなんか希望の牧場でしたっけ、真島さんだと思うんですけど、の写真少しね、借りられるらしいんですよね。で、まあなんか、そのパブコメとかの複合的なブースにされると思うんですね。あとは、結局正式に呼ぶのが一番いいと思うんですけど、まあ、後ほどどなたかお話しされるかもしれないですけど、アースデー福島という、イベントをやる団体があって、それはいわゆる首都圏でいうと半減年みたいな感じで、いろんな団体の方々が入って、まあ、福島って今すごい、例えば停戦の疑惑の問題とかすごい県体が違うんですよね。それものすごい超えて横に広がって一緒にやろうっていうか、若い方々がいるんですね。その方々が斉藤さんね、北中商店街の会長さんの斉藤さんいらっしゃってますけどが、先月かな、先月あそこの小さな商店街ですけどね、その素人の欄もあるよ、ある商店街ですけど、そこで商店街のお祭りやったんですよ。その時に招待されてて、お話し会なんかもされてて、そこの方々が来てくださるということで、まあブースもね、じゃあもう用意しますよって勝手に言っちゃったんだけど、まあその方々もいらっしゃる、でいろんなお話できると思います。でもちろんスピーチもされるし、それと、マッサージとが出そうです。ということで結構盛りだくさんなので、いい感じであるぞという感じです。でお願いしたいのが、まあ設営とかはね、朝からこう屋台班がやっていくんですけども、お願いしたいのがゴミなんですよ。でゴミ箱3つあるんですね。ゴミ箱3つあるんですけども、それ公園管理事務所の方すごくいい方で、まあそれ全部最後入れてっちゃえばいいんだけども、だけど、まあ、開催してるときにね、要するにその盆踊りをやっている時間帯に3つしかないところ
以外でゴミがわんさくになっちゃったら困るから、だからゴミ箱を用意してたらどうだと、その方がいいんじゃないと、それとそれをちゃんと集めてくれよと最後ということで、いわゆるデモでいうゴミ拾い班みたいなですねっていうのをちょっと屋台班だけでできそうもないので、屋台班で結局救護班とかとも兼ねてって実は、なのでちょっとゴミ班ですね、多分3名さんぐらいいらっしゃった方がいいと思うんですよ、を、まあ、募集した方がいいんじゃないかなという提案です。というか、お願いしたいなということで、まあ、考えていただければなと思います。公園周りはもう必ずマストでまくっていうことですよね。じゃあそれもし名和さんと明日時間が合わなくって一緒にできなかったとしても、公園周り、まける条件がある人は、はい、あ、そうですね、やってもらえた方がいいですよね。そうですね、公園の近くに住んでいらっしゃる方で、ここからここまではまあ来ますよみたいな、あのポスティングですね、担当していただける方があればありがたいんですが、ですよね、はい、まあ、あの声かけてください、お願いします。はい、じゃあ、はい、なんかご自宅の周りももちろんなんですけど、公園周りはマストでまく必要があるので、あのなるべく皆さんで手分けしてやれば早いと思うのでやりましょう、お願いします。やります。あ、じゃあ、はい、大丈夫、ありがとうございます。じゃあ、あるで打ち合わせをして一緒に誰か加わっていただければさらにありがたいです。それからあとはさっき出てたあのゴミ箱の、まずちょっとマイクを回してください。ゴミ箱隊やりますよ。ゴミ箱隊、ね、ゴミ、ゴミ、ありがとうございます。3人ぐらいいた方がいいってことどうしたらと思いますか。とは思うんですよね。あとゴミ箱そのものを用意しなきゃならない。そうなんですよ、まあ段ボールでいいと思うんですよ。段ボールにあの大きなビニール袋を入れればあのかぶせばいいと思うんです。じゃあ、はい、それも含めてありがとうございます。そなたかあの私持っていただければそれだと大変だと思います。さっきのバッチ売りなんですけど、ルナちゃんと一緒にやってくれる大人の方いませんか。バッチ売り、お金がかかるので関わるので、やっぱり中学生だからね、もう一人大人がいた方がいいかなと思うんですけど、どなたか。この間友達連れてきた。どなたか。だんだんっていい会になってきましたよ。ここだけじゃ人数が限られてるので、一人で保護はしてるんですけど、一人保護はしているのですが、まあ、こっから出てない人がいるいいですよね。いいよ、いいよ、ね、じゃあ、一人いますよ。あ、よかった。じゃあ、当日さ、じゃあ、大丈夫そうですかね。はい。で、すみません、もう一つ、じゃあ、私の方からもう一つ、駐輪場というか、駐輪に関しては結構、あの管理事務所が、管理事務所のおじさんすごく実は協力的です。あのこれいろいろあって脱原発しがみっていうことでは出してなかったりいろいろあるんですよ。ところが管理事務所のおじさんは脱原発でしょ、うん、知ってるよ、お電波っていう感じなんですが、はい、でまああの早くビラ持ってこい、貼っとけ、どんどん周知しろ、お前は宣伝マンかという感じなんですけど、ただやっぱり駐輪場はねすごく当然のことなら気にされてます。すごく危ないんでね。で場所が決まってますんで、それは地図できちっと書きます。で最初の方だと思うんですね、そのずっと立っていく必要はないと思うんですけど、ピークの30分ぐらいは3名ぐらいが誘導しなきゃいけないと思いますよ。でこれだいたいその何でしょう、始まる頃に何をやるっていうのが、私なんかは本部でまあいわゆる警備をやったりですね、設営をやったりなんで、私一人あの3人のうち1人は私がやれると思うんですね、その駐輪の誘導とかは。あと2名さん、まあ、時間帯もちょっと分かんないんですけど、まあ、今募るべきか、まあ兼任でねちょっと頭入れておいていただいて臨機応変に入っていただくとかですね、せざるを得ないと思うんですね、その辺。ということで
まあちょっとその場にいる人ちょっと捕まえてみたいな感じになると思いますけども、ちょっと心に置いておいてください。で、皆さんが気にしてれば多分ここはみ出てるよとかここだよっていうのもそれぞれ皆さんがやっていただければかなり OK でいくと思うんですね。で、まあ怪我ないようにっていうことだけなん でそこだけはちょっとお願いします。他はまあ大丈夫かな。あとはド派手にやればいいということで、近所の人が来てね、なんだこの盆踊りということになると思うんですよね。酔っ払ったおじさんが実は推進派だったなんて、それは最高に面白いですよね。原発いるよ、関係者ということで、まああとは当日頑張りましょう。なんか足りないことがあったらまたどんどん手を挙げていただいてお話ししていただければと思います。一度休憩入れて、あとは平場というかですね、もうめちゃめちゃ自由に、今度何やろうぜとか、もう解散しちゃおうぜとか、いろんなご意見いただければと思います。ちょっとお休みしましょう。8時15分までいいですか、休憩しましょう。Thank you.
修理させるためのビラ、まあ、宣伝も兼ねてですけど、非常にいい、ありがとうございます。いいビラがね、できたので、で、これ、あの、ナミさんが割り打って、まあ、バンバン巻きましょうって話になりました。で、なんか休み時間にいろいろゴミ箱のこととか、ね、新しいアイデアとか、こっちの方がいいとっていうことがおっしゃってる方もいらっしゃったので、まあ、引き続きボンダンス、18日のボンダンスで、言い足りてないこと、それから懸念点、改善点、まあ、新しいアイデアとか今度来てもいいですけども、ということで、あの、何かございましたらちょっと持ってあげてください。はい、どうぞ。すいません、マイクをお願いします。我が家の影山です。文化財と、それから会社ごとの、あの、お願いというか交渉をさせてもらっているんですけど、まず2点ご報告で、まず鑑賞踊りの方には、栃木10日の椎名千恵子さんが、一応窓口というか、あの、来てくださることになりそうです。で、あの、前の女たちと、あとその栃木10日の方に、もう一度椎名さんの方から呼びかけてくださっていまして、で、一緒に踊るその鑑賞踊りを踊る方が数名ということで、まだちょっと流動的で、あの、何名何時に行きますという、あの、はっきりしたところまでは確定してないんですが、そういうお返事をいただいています。で、音源については、椎名さんがもうすでに CD を、このレーターものをお持ちなので、それを、あの、持ってきて、あの、そこでかけてもらえばいいからということを、あの、お約束いただきました。なので、私がちょっと、あの、15時からの、その盆踊りのスタートというか、あの、セッティングなどに、あの、間に合わないので、その集会の方のちょっと司会補佐的なことをやる都合上、あの、会場にいられないんですね。なので、ホームペットの方に鑑賞踊りの皆さん、一応何時に来られるかまだ未定なんですが、来てくださいということを伝えています。なので、もしいらっしゃったときにはご対応をお願いしてもよろしいですかね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。それが、鑑賞踊りの方の報告で、あともう一点、あの、先ほど泉井さんの方からお話しのあった、あすみ福島の方のことを、ちょっと、あの、斉藤さんから、あの、ご提案というか、あの今日ちょっと雇用の方に出らしていないので、提案してくれないかということなんですけれども、あの、車でおそらく、あの、福島から来て駆けつけてくださるんじゃないかということで、その高速代とか、まあ、その交通費に関してやっぱりちょっと、どうにかこちらでご支援できないかなという、思いがあるんですけれども、看板隊としても、あの、一緒に集めるのがどうなのかわからないですが、いかがでしょうか。カンパで、あの、お車代ぐらいは出して差し上げたいなと思うんですが、ということなんですけども、当然これお金の話なんで、まあ、異論がもしございましたらお手上げていただけますか。なさそうであれば、いくらかかるかちょっと分かんないですよね。2台ぐらいになるかもしれないっておっしゃってたんで、で、ガソリン代とか合わせるともしかしたら3万円とかなるかもしれないと思いますが、ちょっとその辺財政案にもお願いしつつ、どうでしょう、その明日で福島から、あの、スピーチもしていただくんで、交通費等々ちょっと出してもいいですかね、皆さん。紹介していただきましょう。はい、あと、ほら、あの、今日初めてっておっしゃってたアイデアがある、あの、お住まいとお名前をお願いします。神戸から朝早くから参りました。ここで、あの、
ミの話が出てたんですけれども、ゴミ班に一応、大臣立候補になるんですが、昔から知ってる場所なんで、大まかな地形は分かるんですけども、公園にまず自転車がそんなに来れない。で、置き場がないから、よほど整理しないとダメであるとは思うんで、で、それが一つまず思ったのと、もう一つ思ったのは、ゴミ、最終的な掃除をするのとは別に、飲み食いがどれだけされるか分かりませんけど、ゴミは大きなゴミ、大きなゴミ箱の前に立ってですね、その人からゴミを預かっちゃって、こっちで分別した方が早いんで、その人たちごとに預けると、どうなるか分からないことが多いんで、最近、大きなフェスとかもそうですよね。はい、ここゴミって書くあるけど、一箇所しかなくてそこ行くんですよね、みたいなね。で、球場とかみんなそういう風になってるんで、だからゴミ班の方で、巨大な段ボール、巨大じゃなくても段ボールを3つとか4つとか、ゴミごとに入れられるようにっていうのを預かっちゃうんですよ、こっちが。もうその人が入れてもらうんじゃなくて、その人からも預かっちゃうっていうのにすると、負けやすいっていうのと、あと、それと交代で自転車を見に行ける人もいるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですね。自転車でどれだけ来るかちょっと分からないですけども、まあ、自転車の駅のそばだし、神奈川東名などの交差点も車で来る人はいないとは思うので、自転車の置き場は置くっていうより自転車の整理を一緒にしてあげたいとまずいぐらいだと思う。結構来ますかね、やっぱりね、自転車で。皆さん、自転車ですよね。そう、この中国でありますもんね、今、ここにいる人たちが自転車で来るんじゃないかぐらいと思ってますけど、それの位置をきちんと並べてあげるっていう、まあ、区がやってるような仕事ですけど、それのなんか遊撃隊みたいに、5、6人いるといいのかなっていうのが、思いました。はい。ちょっと不安だぞと、就任に関してはということでございます。はい、どうぞ。あれ、自転車は本当は100円払って止めなきゃいけないのに、それはどういう話になったんですかね。このイベントの自転車は0円でいいことになってました。ええ、0円でいいです。あ、そうなんですか。じゃあここだっていうふうに整理して止めればいいって話、はい、ちょっとまあ小さいんですけど、この辺とこの辺に止めろっていうのが、その場所も、示されてる、示されてる。あ、はい、そうなんです。それで勘違いしました。垣根のね、横のとこバーって並べるみたいな感じなんですよね。はい、じゃあ提案ですけど、デモの時みたいにやっぱスタッフのあれ持ってって3人か5人に渡して交代でもいいから、そしたら何とお前に言われたくないよって何でもしないから、そうやってもいいかなと思って。はい、さっきその整理スタッフというか作った方がいいのかということですね。はい、どうぞ。今ゴミの話ですごく参考になるというか、私ですね、明日ちょっと時間があるんで、一回とにかく公園事務所行ってですね、ロケハンというか状況見てみます。で、場合によってはその管理の時間からのことをどうしたらいいかということを含めて、とそれからゴミ箱の設営というか、どういうふうにするかというのは、後でちょっと今のお話なんかをちょっと詳しく伺って、ちょっと作戦考えましょうとか。はい。お名前もちなあ、あと、馬場君の馬場さん。馬場さん。じゃあ、大門さんと馬場さんで、はい、ゴミ分別担当をやっていただいて、詰めていただくということで、よろしくお願いします。今、日向さんからちょっと出た、その腕章をちょっと持ってった方がいいと思います。ひろみさん、それはあります。あります。はい。じゃあ、それ当日お持ちいただいて、バッグつけてあげましょう。はい、どうぞ。朝野由紀さんの元です。ゴミ班をやらせていただきます。山梨にいたんですけども、山梨の生鮮量の大きな牧場で1年に1回
カンティフェアという大きなお祭りをやります。その時全部一箇所にゴミを集めます。で、パッケージとかも洗って、で割り箸とか もう分別をきっちりやって、一箇所にたくさんのお店が、何百のお店が出ますけども、一箇所に集めます。それは小学校の子どもたちの教育のためもあります。ぜひそういうような形でやれればなと思います。はい、じゃあゴミ班で一緒に野本さんも行ってそれ詰めていただければと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあゴミはそんなところでいいかな。他に何かありますか。はい、どうぞ。報告します。先日公園の許可を許可申請した時に、公園課から盆踊りやるのに櫓が落ちたり、まあ、いろいろ壊れたり、まあ、怪我するんじゃないかと、だから保険入ってほしいって言われたので、お祭り保険っていうのが出たんですやりました。それでこのお祭り保険は、まあ、掛け金がね3140円で、スタッフ以外の人は誰でも怪我した時はもらえます。スタッフはもらえないというので、スタッフのリプレーション保険というのがあって、1人10円なんですね。それで30人で申請したので、この間30人分かけときましたので、なんかそこで怪我したりとかやらかった時は言ってください。以上です。はい、ありがとうございます。ちなみに皆さんもですね、もうじゃなんかちょっと温度上げてもらっていいですか。皆さんは安心しました。皆さん、明日です。明日です。すみませんけど、はい。他に何かありますか。はい、はい、どうぞ。怪我した時点で、ウェブが単純にピックアップされて、ちょっと質問となんですけれども、お友達を誘って来てねって言ったら、盆踊り踊るじゃないですか。そうすると身軽にしたいので、なんか荷物とか、どこに置いたらいいのかっていう、あまあ多分皆さんの問題になってくると思うんで、ちょっとその辺を考えてほしいな。そうなんだろう、それ気になくなる気もするんだけど責任取れる？あってるの、例えばホームテントとかあるから、ここ勝手に置いてくださいっていうのはできるかもしれないけど、自己責任になっちゃうと思いますよ。貴重品は多分自己責任だと思うんだけれども、ただ大きなものを持って踊るのもあるので、なんかちょっと貴重品を置かないでくれということで、ちょっと多少そういうペースを確保することは可能でしょうか。多分ね、ホームテントがすごく大きいので、その後ろに、もう置けるだけ置いてくださいっていうスペースはあると思います。わかりました、そんな案内をしちゃっても大丈夫だと思います。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ただ責任は取れないということ。もちろんです。もちろんです。はい。わかりました。ありがとうございました。あ、ちょっとツイッターで、タレウヤヤさん、船橋の方が、バッチリ手伝いできますよ。はい、お願いします。はい、タレウヤヤさん。ウヤヤさん。はい、そこの前に二次半集合でビラを巻きます。はい、誰か手を挙げた人数によって、はい、中さんと私と、はい、水木ちゃん、あと、はい、ありがとうございます。二次前までにもう入って、何かやることがあったらやってるので、はい、なかったらそうですね、ヘルプに行きます。はい、お名前すいません、小島です。小島さん、はい、だからやっぱりなんかゴミだったり自転車のあれだったり、自転車のこの誘導とか整備だったりビラ巻きだったりするので、いろいろ人手が必要だと思うので、ちょっとスタッフの集合時間、最終のスタッフの集合時間決めちゃいましょうか。2時、じゃあ遅すぎる。もっともちろん前からその設営なりなんなりっていうので人は動いてるんだけど、最終的にドバッと人が必要になるのは1時間前かな。じゃあ2時に現地に集合しましょう。それでビラを巻く人、自転車をやる人、いろいろ決めましょう。だから、ここの前集合じゃなくて、はい、その現地の公園の中に来れる人はみんな2時に来てください。何かしら仕事があるので、そこでいろいろ振り分けてやりましょう。設営とかももしかしたらね、人が
最終的に足りないかもしれないので、はい、というわけでレイアウトできましたか。ちょっと説明してもらって、間違ってた、ここがボンとあって主演さんのある入り口、大手会場ですね。ああ、で、記憶ではっていうか、ここがなんかトイレですよね。家がいなくて、はい、ここ9時に終わり。そうだね、延長してないですよね。うん、じゃあ早く終わらせましょう。ですね、ここがトイレです。ここトイレです。はい、トイレです。合ってます。そうですね。これ車線変えたら木が太いですけど、私の記憶でもこれを一本気があると、ここはなんか公園の遊具、ジャングルジムじゃないけど、なんかでかい遊具がこう来てですね、あったという意味だと思います。はい。それも、そうですね。ちょっと皆さん見ててもらっていいですか。僕も分かんないことだらけなんで、ひろみさんいいですか。ちょっと見てもらって、ひろみさん、櫓がここに来ますよね、はい、で、今借りてつけようとしてる提灯はここにつけようとしてるんですよ、ね、そうです。で、いいですよね。そうです。分かりました。で、今ちょっとこれざっくりですかね。この位置が主体が立てるスタート。じゃあ本部の大きいテントはここで大丈夫ですか。大丈夫です。だからここに、2個あるんですよね。運動会で使うような大きいテント、はい、だここに2個置いて、ここが本部になって、そのさっき言ったクローズ的な、ものとかも置いたり、いろいろここで進行するって形ですよね。で、ここが屋台ブースっていう形で、この青いところですね、屋台ブースという形でやれたらという。だゴミ箱の位置はこの地図には一箇所書いてあるんですけど、とりあえずここには書きません。またゴミ箱の人がゴミ箱の位置を決めていただければだと思うんですけど、あと駐輪スペース等もここには書いてあるんですけど、ちょっと前の方すみません、本部がテントが2つみたいに言われたんですけど、この位置だとトイレに行ったらトイレはね、ここに、正確に言うとここに、こことここに、で、道がありますね。あ、そうですね。それでここぐちゃぐちゃ。違うか、ここはもうちょっと、やぐらよりって、もうちょっとこう離した方がいい。トイレに行く。そうですね。トイレに行く人は、本部の裏へ行くんで、本部で物を扱ったりして。そうですね、ちょっと多分ロケハン必要でしょうね。あの大門さんもロケハン行かれるんですね。本部テントもサイズ大体測って、まあ、正直どれでもないんじゃないですか。うまくやります。やれましょう。ということで、もうあと5分で追い出されちゃうんで、ももさん、終わるっすよ。うん、うん、その次とさ、ちょっと、はい、まあいい。じゃあ片付けながらすみません、ももさんに注目しない。ボードって山の周りをやるわけですよね。はい。押すと、そのまま大きな20でも30でもなれば、はい、いいわけですよ。はい。その本文がその大きくなるのを妨げるような感じに見える。だからちょっと、どうにかしたらいいんじゃないかな。だからロケハンでうまくやるよ。現場って現場合わせ。はいはい、そちらの真ん中、真ん中の人。すいません。じゃあ片付けながら遅刻しちゃう。櫓の設営に関してなんですけど、プロの業者です。で、もう僕は手が来ましたもんね。道具はね、持ってきていただけるんでしょうか。というのは、ちょこちょこあるでしょ。ちょこちょこ
さんは何なんですか。